伊藤りをヒロインに日本初の女性弁護士で、後に裁判官になった三淵義子さんの人生を元にした物語を書く朝ドラ「虎に翼」。9月25日、水曜日放送回のあらすじを紹介する。場面シーン、第128話に登場する轟太一、戸塚純希と山田米、土井織里。第128回あらすじ、最高裁大法廷では、いよいよミーコ 石橋夏美の事件の判決が出されようとしていた。トラコ、とも子、伊藤沙里は総長、米、土井よりと轟き、戸塚純紀の事務所を訪ねる。一方で、少年法改正を議論する法制審議会少年法部会は結論が出ないまま平行線をたどっていた。トラコは工藤、沢村和樹らと愛について語り合う。それは滝川、 滝富士健一の口癖だった n h k b s n h k b s p 4 k 付き金曜日午前7時30分から7時45分ほか最終週「虎に翼」9月23から27日全体あらすじ少年法改正の問題とともに新潟での大きな後悔と向き合うことになったトラコ伊藤さり。調査官の音は「丸いわ,わトラコとは考えが違うが お互いいのやり方ににについて率直に話せるるようになる一方、ミーコ、石橋夏美の事件を担当するよね、土井よりと轟き、戸塚純喜はいよいよ最高裁の大法廷に立つことに。そして、退官を迎えた桂は松山健一の挨拶をニュースで見守るトラコ。トラコに残された裁判官としての時間。 も少なくなくる中少年法改正の議論は未だに続いていた。